嫌いな食べ物プレゼン選手権ふるさとのこりです。このようにはね、好きな食べ物と嫌いな食べ物、この2種類に分かれると思います。まあ好きな食べ物はね、結構皆さんね、絶対一つあると思うんですよ。でも嫌いな食べ物っていうのは、やっぱある人多いんですけど、やっぱない人もね、普通にいるんですよ。まあそのうちの一人が僕でして、僕正直言って嫌いな食べ物ございません。まあこの間の桜のやつとかやっぱ食べましたけど、まあ食べ物じゃねえじゃんっていう。普通の人に食べられて、それを好きっていう人がいる中での嫌いな食べ物っていうのは、僕存在しないんですよ。やっぱそのなんか聞かれるじゃないですか。嫌いな食べ物とかあんのみたいな。それでやっぱないよっていう答えが一番おもんないなと思ったんですよ。あー、なるほどね。千葉みたいな、千葉梅干しが嫌いじゃないですか。千葉みたいな、その梅干しがちょっと嫌いですくらいの、一つや二つあってもいいんじゃないかということで、今回はお三方に僕が嫌いなんじゃないかと、食べたことあるかな、ちょっとわかんないけどこれ嫌いそうだなっていう食べ物をちょっと持ってきてもらいました。なるほど。今回それをちょっと僕にプレゼンしてもらって、僕が嫌いですと言った人が今日の優勝です。なるほど。優勝者には1万円やった。まあ実際に食べてね、行ってちゃんと判断していこうかなと思っております。それではやっていきましょう。バイバイ。じゃあまず一人目からいきましょう。はい。あ、ちょっと待って、僕自信ないんで。自信ない。自信ない。でも、まあまあまあ、運でいっちゃったんですよね。あー、なるほどね。なんか昔は子供だったら多分全然バキバキに食べるんだけど、おお、はい、今そのなんかやらしい話するとちょっといいもん食べれるっていう。はいはい、まあそりゃそうですよ。だし、なんか何か嫌だなって。あー、わかりました。なんか嫌かもしんないっていうレベルです。なるほど。見てみましょう。はい。やば、ちょっと置き方芸術的というな。そんなの何？梅干しはなんで嫌いになったの？どのタイミング？幼稚園児から生まれた瞬間。もう瞬間よ。一回食べてもうまずってなった。俺も正直そんくらいの時期にカキフライ食べて無理になったの。ああ、ダメな時。でも別に克服したっていうか全然食えた。その時のただ保育園のカキフライがまずいだけで、ま、嫌いな食べ物ではなかった。カスみたいなフライ出すじゃん。確かに。幼稚園とかって確かに。あの頃の弁当さ、めっちゃまずかった。廃棄みたいなの多かった。目つぶってきます。はい。何？どうぞ。あ、意味わかんねえぐらい大量の冷凍のナゲット。ああ、ちょっと待ってよ。ナゲットの置き方ね。置き方はいいんだよ。置き方で嫌いになるかよ。なんで？うんなの。絶対うまいよ。俺が食べていいじゃん。うまいかな。絶対うまいよ、ナゲット。意味わかんないよ。意味わかんないぐらい大量のゴチゴチの冷凍のナゲット。でも4個だもん今。今ちょっと、えみたいな。めっちゃハテナ超出てるよ、チャット。俺も出てると思ってる、それは。俺も多分。でもな、そう、運なのよ。なるほどね。いただきます。全然うまい。おい、分かんない分かんない。まあ、ともやくうまい。ともや、俺はね。マジだって。いや、別に美味しくはないわ。超うまい。超好き。超好き。これナゲットさ、好きだから。あ、そうなんだ。そもそもだから、そう、ナゲットそうよ。無駄に15ピース。オープニングアクト。オープニングアクト弱っ。ごめんごめん、呼ばないよこんなバンド。ナゲットはちょっとさすがにないっすよ。ごめん、ちょっとあまりにも見た目がきつかったの。その、持ってくるよ、ちょっと。まあ持ってきて。見た目とか言っちゃってる。そもそもだね。まあでも見た目無理なのもあるから、食べ物としてな。ここかな。ちょっと嫌じゃん、これ。マジで言っていい？俺、マジで俺、マックで働いてたんだわ。めっちゃ見てんだわ、こういうの。懐かしい。懐かしさ勝ってるから。おい、もう。まあでもいいんですよ、そういうもんですから。嫌いなんじゃないかで持ってくるのは別に正解ですからね。次行きましょう。はい。じゃあ、ニッチさん行きますか。はい。僕、あ、もう、あ、いいよ、もう目当てて。トーストに、今、バターを塗ってあります。はいはいはい。こちらで仕上げをさせていただきます。なんだ？こちら。マーマイト。あー、なんか癖あるやつ。そう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 、癖が強い。しかもポケットから出てきたからね。それはいいじゃん。イギリスとかアメリカの人はめっちゃ好きらしい。あー、そうなんだ。あの、ここに書いてあるんですけど、 In your breakfast って書いてある。朝ごはんにどうぞみたいな。はいはい。朝ごはんにめっちゃ食うらしい。これをパンの上にしっかりと塗っていきます。なんだ、うまそうだけどな、これは普通に。ね、どうすか、ナゲットさん。でも、すいません。なんか全然もう、とっさまですみたいな感じの雰囲気ありますけどね。
ナゲットの方が嫌い季節まで出ちゃうね。下手したら。めっちゃ応援しますこいつ。これで完成です。いや、ありがとうございます。まあ、要は、マーマイトトーストね。マーマイトトースト。いや、いいね。五感も。嫌いな食べ物何？マーマイトトースト。やっぱそういうのでもいいかもしれない。何それですね。ちょっと怖いな。しょっぱいかも甘いかも分かんないって怖い。ちょっと匂いとかもう嗅がずに、一思い一口いっちゃいますわ。いただきます。はい。そんなに。ん？うまい。そうなんだ。で、食べた？来たよ、自分で。食べてない。でも、さっかだかな、しょっぱいんだよ。あー、なるほどね。はいはいはい。あ、甘くないんだ。うえーってなんないっていうか、その、千葉が梅干し食べた時のリアクション出ないよ。あー。嫌いなもんできちゃった人が。嫌いなもん。友也にできちゃった。友也が。しょっぺー、これ。しょっぱさがえぐい。あ、の酵母エキス食塩なんかビールのうわーこれあ、ダメだダメこれダメダメですいや、わかんないなんか俺の中でのハードルがあったかもしれないけどやべ俺めっちゃ嫌いだわほらまあまあやべお前らが嫌いになってるよいやまあでも惜しかったっすそういうのっすよそういうのですまさかのニッチが嫌いな食べ物ニッチに嫌いな食べ物ができました俺もなかったのになかったのにマーマイトトーストが一番嫌いな食べ物最後千葉さんいきましょうはいナゲット食いたいナゲット食いたいだんだんじわってきたナゲットこの企画にナゲット持ってくるってめっちゃすごい逆にだからなんだそんなもんさっきめちゃくちゃなんかこうウィーっていうミキサーの音が聞こえてましたよ、うん、いいですかはいこちらですへぇ、まあ、料理名は、うん、パラクパニールっていう料理ですへぇどこのですかいやちょっと国わかんないんですけどなんで、なんで中身はほうれん草とかを全部、うん、あそういうのミキサーで混ぜて、うん、カレー風にしたものなんですけど絶対うまくないまあ食べてみよういやまあちょっと見た目もちょっと緑で食いづらいっていうのもあるしはい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 確かにそれはありますね、うん、今まで食べたものだったら絶対嫌いなものないんで食べたことないものを持ってこようってことでまあそれはそうだかけみたいなもんだよね匂いはいいですか、はい、でもでも超うまそうな匂いするんだけど。なんかバジルの。バジル。ほうれん草だけいや、でもいろいろ混ざってる。それは多分言えないものが混ざってる。あじゃあ、いただきます。こちらの、パニパニパニール。パラグパニール。パラグパニール。いただきます。ええなんか重要なもの入れてないとかない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 。もう2杯目いっちゃってる待っておかわりじゃんこれは何冷たいのがデフォなのいや、あったかいのがデフォなんですけどだとしたらめちゃくちゃうまいんだけどマジかよマジかよ知らないめっちゃうまい食べ物知ったんだけど1300円マジマジ普通にただただ豪華なおしゃれなカレー屋のいろんなカレー食ってちょっと食い飽きた人のカレーみたいなちょっと待ってさっぱりしてる何めっちゃうまいの持ってきてるよ女と食いっても別にそうそうそうなんなら持てるよああこれうまいわちょっと待って待って待って千葉のどこでまずそうってなったのこれほうれん草と生クリームも入れてんのだから絶対変なの出来上がるじゃんと思ったらいや生クリームは合わせると強いんだから正直言ってほうれん草嫌いも克服できるんじゃないかっていうメニューなんですよ生クリーム感の方が強いよほうれん草苦手な人結構多いけどそういうのの人の克服メニューもなるくらいうまいやべ大失敗だこれおいー大失敗だ大失敗もうナゲットと同等一応もう一個見るこれああんのなんだよいやじゃあ2個持ちねコムねコムと一緒行こう何でもこれで締めようよ銀杏のお菓子嫌いそうわかんない銀杏ってどういいじゃんなんでナゲット言ったいやねいただきます分けありだもんね分けあり塩銀杏分けありとかも嫌でしょ
確かに好きね、そういうなんか豚屋嫌いでしょ、豚屋いただきます。うまい。